東芝科学館は神奈川県川崎市幸区小向井東芝町の東芝研究開発センター内にあった科学施設である1961年開館2013年9月末に閉館し JR 川崎駅前へ移転して2014年1月31日12時に東芝未来科学館としてリニューアルをオープンした1961年に 東芝創業85周年記念事業の一環として東芝中央研究所が東芝コム開工場内に建設された時同じ建物の中に地域社会に貢献する文化施設として同年11月15日に開館した当時としては全国でも珍しい企業科学館として注目されその後に開館される企業館の草分け的な存在となった 2006年8月11日には累計入館者が800万人を突破した。科学技術に関する様々な展示がされており、その他これまでに東芝が製造した国産第一号、または世界初の電気製品を展示している。2006年には前年に東芝創業130周年を迎えたことと開館45周年の節目に、 館内の展示内容のリニューアルを実施した。2013年9月末をもって閉館し、2014年、初頭にラゾーナ川崎地区に設置されたスマートコミュニティセンター内に東芝未来科学館としてリニューアルオープンすることが発表された。入場無料であった。ありがとうございます。